富士山のふもと、寒さ厳しい富士吉田市でトレーニングに励むネクストヒーロー、吉田高校1年太田光陽選手。競技歴わずか2年にして国体の走り幅跳び少年男子 B で県勢初優勝を果たしました。歓声が聞こえたのでこれは来たかもしれないと思って、それで自己ベストも更新できたのでその時は本当に嬉しかったです。高校1年生にして7メートルを超える大ジャンプで優勝した太田選手。すごい選手が来ちゃったなっていう感じですね。競技とか練習になると結構雰囲気変わって、まあ、自分たちも結構引っ張っていってくれる存在ですね。2人の兄の影響で様々なスポーツに触れてきた太田選手。中学2年の冬に3つ目の兄の背中を追って陸上競技を始め、走り幅跳びの虜となります。数センチの中でやっぱ競う競技なので、いかに自分の力を出せるのかっていうのがすごい魅力に感じて。そんな中驚くべきは陸上部がなかった中学時代。その頃の太田選手を知るマネージャーは、独学でした。陸上の専門的な先生もいなかったんですけど、それでもちゃんと自分でなんかいろいろ調べてたらしくて。もともとスポーツを見ることが好きだったという太田選手、走り幅跳びに関してもトップアスリートの動画を見てほぼ独学で技術を吸収していきました。空中動作がプロの方も参考にしてみたり、まあ、難しい動きっていうのをやってるんで、動画を見て自分で真似してみてっていう試行錯誤をやってます。中学卒業後は兄と同じ吉田高校に進学。専門知識を持つ陸上部顧問北村先生のもと、さらなる成長を目指しています。彼の強みは自己理解と調整能力が高いところです。競技自体は走り等々課題もあったりするんですけれども、少しずつ自分の課題改善っていうのに取り組むことが自らできるところが彼の強みかなと思います。切磋琢磨し合える同学年ライバルの存在も、太田選手の素質を開花させるきっかけになりました。鶴高校の西村君と甲府南の西山君がいたんですけど、中学の大会ではその2人にずっと負け続けて、すごい悔しい部分もあったんですけど、西村君は本当に県総体で1位になって、自分と同い年が優勝してるってので本当に焦りと悔しさがあって、そこで何か変えなきゃって思って。入学から1ヶ月後の県総体を機に取り入れたのは、空中で歩くように足を2回動かすダブルシザース、ハサミ跳びとも呼ばれ、助走の勢いを生かせる跳び方。踏み切りから着地をスムーズに行うには高度な技術が要求されます。すると跳躍方法を変えて臨んだ去年6月、中学時代からの目標だった7メートル超えを達成します。本当に自分の努力が報われた気がして本当に嬉しかったですし、これでやっと西村君と並べたなっていう感じがして。たゆまぬ研究と努力、それが自己ベスト、そして日本一につながりました。競技歴3年目を迎える今年、培った技術を生かすため今力を入れているのは体作り。全国の大会に出てみて、周りの選手は体も大きいしスピードも自分より速いので、まずは体作りをして自分の跳躍に生かせればなと思ってます。日本一の称号に慢心することなく、さらなる飛躍を誓います。まずは県の高校記録を更新するっていうのと、まあ、それでインターハイに出場して上位入賞を目指すっていうのが今の目標です。走り幅跳びのネクストヒーロー、ひたむきな努力の先にさらなる大ジャンプが待っています。